プロ12年目で掴んだ夢の舞台。俺がやるんだという本当に気持ちにさせてもらいましたし、大森選手のテクニック、簡単です。サッカー少年も負けてはいません。やったこんにちは。こんにちは。北海道のサッカーを全力応援、キックオフ北海道。さあ、長いキャンプを終えておよそ2ヶ月ぶりに選手たちが北海道に帰ってきました。10日日曜日、コンサドーレのホーム開幕戦。皆さん、この日を待っていました。多くのサポーターの方々が札幌ドームに続々と集まっています。さあ、勝利を信じて本日も全力で応援します。コンサの選手たちが久しぶりに札幌ドームに帰ってきました、うん、はい、見に行きたいな見に行きたいなっていう興奮がずっとありました。3ヶ月間めちゃくちゃ待ちに待ったって感じですね、うん、ホーム開幕戦勝つぞ勝つぞ、攻め勝つコンサドーレ。コンサドーレ、勝利を手にして春は訪れるのか。この試合ゴールマウスを守るのはアカデミー出身のアワカ。 JFL も経験した苦労人がプロ12年目で初めて立つ J1 の舞台。その姿にサポーターからも。身が引き締まるというか、俺がやるんだという本当に気持ちにさせてもらいましたし、すごい後押しをしてもらいました。待ちに待ったホーム開幕戦、サポーターの後押しを背にアバカがピンチを救います。J1 初出場とは思えない果敢な飛び出しに、自信を持つシュートセーブ。落ち着いたプレーで得点は許しません。その守護神に仲間も応えます。スリーバックの左に入った菅が逆サイドまでカバーリング。今度はこの男、馬場がこのプレー。チーム一丸でゴールを守ります。しかし前半31分、素早いリスタートから元日本代表酒井に決められ先制点を奪われます。ホーム開幕戦、勝利をつかむためコンサドーレは後半、長谷川、田中克幸、原の一挙3枚替え。フレッシュな戦力で同点ゴールを狙います。さらに今シーズン初出場の田中大夢も投入。途中出場の選手がチャンスを演出。田中克幸のコーナーキックに田中大夢、しかしクロスバーの上。さらに田中克幸のフリーキック、直接ゴールを狙います。後半攻めながらもゴールは遠く、今シーズン初勝利、そしてアワカの J1 デビュー戦に花を添えることはできませんでした。もっと上手くなって、こうチームを助けられるようになっていかないといけないと思うので、まだまだこれからです。厳しい戦いが続いていますが、まだまだ長いシーズンは始まったばかりです。今日もホームゲーム、サポーターが後押しします。克幸くんがすごい、なんか動きがこれから期待できる感じがしました。希望を感じましたどんなゴールでもいいので決めてくれることをやっぱ期待してますね、はい。
コンサドーレの勝利も楽しみですが、試合観戦に欠かせないのがスタジアムグルメ。いやこれいいな、この気持ちよさな顔かわいいです。まるで温泉に入ってるかのような浅野選手がおすすめする太鼓判メニューはブドウとベリーがベースのノンアルコールカクテル。うん、これうまい。いちごない。他にも太鼓判メニューは全13品。推しの選手の太鼓判メニュー味わっちゃいましょう。さあ、日向さんは中村東也選手の太鼓判メニュー、なんとナポリタン味の焼きそばをいただきます。うん、焼きそばに粉チーズがかかっている初めての経験ですけれども、美味しいです。うん、この選手たちの太鼓判メニューを食べて今シーズンもコンサドーレを応援しましょう。エースを探せツボ技選手権。先週に引き続き今回も札幌市のレアリッツァレ FC が登場。来週卒業式を迎える2人がツボ技を披露してくれました。6年生井口律です。リフティングに挑戦します。律くんの流れるようなリフティングに注目です。おお、すごい。おお、わあ、いやもう止めどない。やったまずはボールを華麗に回してスタート、うん、ヒールリフトもお見事。喜ぶ姿グレートですね。6年生工藤瀬奈です。リフティングに挑戦します、うん、ボールをおしゃれに登場させてくれた瀬奈くん、キレッキレのスゴ技を披露してくれます。おお、始まりからすごい。いやもう安定してますよね。すごい。おお、ええ、すごい。やった。いろんなパターンでのリフティングに驚き、うん、半回転でボールを取った後はで上げて背中でキャッチ。アイディア満載のスゴ技は文句なしのエクセレント。番組では皆さんのスゴ技動画を募集中です。番組公式 LINE を友達登録して動画を送ってください。お待ちしております。全国にある J リーグ60のクラブが地域に根ざしたさまざまな社会連携活動シャレンを行っています。その中から特に社会に共有したい活動を表彰する J リーグシャレンアウォーズが5月に開催。ファンサポーター選考賞は私たちの投票で決まります。ぜひホームページから投票してください。あ、来た。よーし、いやー何やら楽しそうな選手たち。実はこれ沖縄キャンプ中に行われたクラブ公式 TikTok 撮影の一コマなんです。全世界で10億人以上が使っている TikTok、 皆さんご覧になったことありますか？コンサドーレの公式アカウントには他では見られない選手のオフショットがいっぱいあります。そんな TikTok の撮影に西野選手、大森選手、田中大夢選手が参加。まずはクロスバー当てに挑戦です。エントリーナンバーワン、華麗なリフティングを見せる大森選手。これは期待ですね。惜しい。ちょっと待った、ちょっとやばい。もう次の球がいきませんよ。人変えよう。続いてエントリーナンバー2、田中ひろむ選手。あら、あ、悔しそうですね。はい、
い、この選手バーテ当たるみたいな、え、やっぱ思ってますか？思いますよね。当たんないっす。伊藤さんもすぐ当たる。全員もう3本4本の戦いするすぐ当たるって言ったのに、心配しないでください。終わる。違う、僕ら結構あの枠に決める職業なんです。確かにそうですね。まだまだいきますよ。エントリーナンバー3、西野選手がこの角度からゴールを狙います。はい、お願いします。決まるよ、絶対入る、絶対入る。ほら、いった。弱っ、メンタル弱いって。あららら、はい、やめ、ちょっと待って。倒れ込んじゃいました。あれ、もう来ないって。最後いかない。プロ失格だ。もうカメラお前何もできない。いや、プレッシャーはけどかかりますよね、きっと。しっかりしっかり取っといてください。こんなにあの本当はこんな簡単なんだよっていう。ほら、簡単です。何回でも何回でもやります。すごい、もうコンタクトは2回連続。いや、違う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 、なんならもう左アウトでもいける。いけるいけるいける。プレイヤーじゃないよ。そういうプレイヤーじゃなかった、間違えた、勘違いした。気持ちのプレイヤーじゃん、あなたも。間違えした、本当に。このようにここでしか見られないオリジナル企画いっぱいの TikTok、 皆さんぜひチェックしてみてください。ハートいっぱい押してください。ここで今週のプレゼントです。ホーム開幕2連戦を記念して、今シーズンのコンサドーレのゴールキーパーユニフォームをお一人にプレゼントします。阿波加選手が試合中に着ていたユニフォームと同じモデルなんですよね。そうなんです。このユニフォームはコンサドーレのオフィシャルオンラインストア、または試合会場でも購入できます。さあ、そのコンサドーレはこの後2時から町田戦です。この試合は STV で生中継いたします。今シーズンの初勝利と初ゴールを目指して皆さんで一緒に応援しましょう。札幌ドーム、そして行けないという方はテレビの前で全力応援していきましょう。キックオフ北海道はまた来週です。この後はどさんこウィーケンです。